レコチョク週間1位ナンバーアンダーラインアイ、INZM 中毒者続出。その魅力を徹底解説。2週連続2巻達成。3本の衝撃がレコチョクにも直撃。ナンバーアンダーラインアイの新曲、INZM がリリースされるやいなや、瞬く間に音楽シーンを席巻し、多くの注目を集めました。特にレコチョクの週間ランキングでの1位獲得と、 ハイレゾシングルランキングでも1位を達成したという快挙は、ファンだけでなく音楽業界全体を驚かせました。この曲がいかにしてそのような成功を収めたのか、その背後にある戦略と要因を深く釣りしていきたいと思います。まず、この INZM というタイトルには何か特別な意味が込められているのかについて考えてみましょう。このタイトルの独特な響きとそのビジュアル的なインパクトは、 リスナーの興味を引く要素の一つであり同時に曲の内容やテーマについても深く関係しています音楽のタイトルはしばしばその曲のメッセージや物語を反映しており inzm という言葉にはどこか未来的でエネルギッシュな印象を受けますこれは曲全体の雰囲気を象徴するものであり聞く者の,の心をつかむための重要な要素となっていますさらに ナンバーアンダーライン・アイはその独自の音楽スタイルとビジュアル・コンセプトで知られており、INZM もまたその例に漏れず、斬新で独創的なアプローチが際立っています。この曲は、複雑なリズムパターンとシンセサイザーの独特な音色を巧みに組み合わせ、聴くものに強い印象を残します。音楽プロダクションの細部にまでこだわり、リスナーが一度聴いたら忘れられないような体験を提供することを目指しています。 このような音楽的な冒険心は、今の時代において特に評価される傾向があります。多くのアーティストが同じような音楽スタイルに流れる中で、ナンバーアンダーライン愛のような新しいアプローチはリスナーにとって新鮮であり、魅力的に映るのです。また、INZM の成功には、単に音楽的な要素だけでなく、そのリリースに至るまでのマーケティング戦略も大きな役割を果たしました。 リリース前から SNS を活用したティーザーや謎めいたメッセージで話題を集め、ファンの期待感を最大限に高める手法は、まさに現代のデジタルマーケティングの極地といえるでしょう。ファンの参加型キャンペーンや、特定のハッシュタグを用いた拡散戦略も、リリース直後の急上昇を支えた要因の一つです。これにより、ファンコミュニティが自発的に盛り上がり、リリース日に合わせて一気に注目度を高めることに成功したのです。 その一方で、INZM が特に注目される理由として、その歌詞の深さとメッセージ性も挙げられます。現代社会に対する問いかけや、自己表現の大切さをテーマにした歌詞は、多くのリスナーの共感を呼びました。音楽を通じて伝えられるメッセージが、ただ単にエンターテインメントとして消費されるのではなく、聴くものに深い感銘を与え、考えさせる力を持っているのです。 このような社会的なテーマを扱うことで、ナンバーアンダーライン愛は単なるポップミュージックの枠を超えたアーティストとしての存在感を強めています。さらには、音楽ビデオのビジュアル面も見逃せません。INZM のミュージックビデオは、その映像美とストーリーテリングで高く評価されており、視覚的なインパクトが強いです。ビデオの中で描かれる世界観は、未来的でありながらもどこか懐かしさを感じさせる独特なスタイルを持ち、 視聴者に強い印象を与えます。このように、音楽と映像の融合を巧みに利用することで、曲のテーマとメッセージをより一層引き立たせることができています。ビデオの中に込められた隠れた意味やシンボリズムを探ることができるため、何度も視聴するリスナーが多いのも特徴です。最後に、INZM の成功が示すように、現代の音楽シーンでは単に良い曲を作るだけではなく、 その曲をどのようにしてリスナーに届けるかという戦略がますます重要になっています。ナンンバーアンダーアダラインアイの INZM は、その音楽的な質の高さとともに、徹底したマーケティング戦略とファンとのインタラクションが功を奏した恒例です。この成功を糧に、彼らが今後どのような音楽的挑戦を見せてくれるのか、ますます期待が高まります。彼らの新たなアルバムが9月に発売される予定ですが、 それがまた新たな旋風を巻き起こすのかもしれません。その先にも続く可能性を秘めたナンバー・アンダーライン愛の音楽の旅路に注目です。また、今回の INZM の成功は、単なる一過性のブームではなく、アーティストとしてのナンバー・アンダーライン愛が築き上げてきた信頼と実力の結果でもあります。彼らは一貫して自分たちの音楽スタイルを進化させつつも、核となるアイデンティティを保ち続けており、 それがファンの支持を集める大きな理由の一つです。このようなアプローチは、特に多様な音楽志向を持つ現代のリスナーにとって非常に魅力的です。ファンは単に楽曲を聴くだけでなく、彼らの成長を共に見守り、体験することができるのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功には、彼らがいかにしてファンとつながり続けているかという点も大きく影響しています。彼らは SNS や YouTube を活用して、 リリースのたびに新しいコンテンツを発信するだけでなく、ファンとの直接的な対話を大切にしてきました。このような双方向のコミュニケーションは、現代のファンダムの形成において不可欠な要素となっており、ファンが自分たちの意見や感情を共有しやすい環境を作り出しています。この結果、ファンはただの消費者ではなく、共にアーティストの成功を喜び、支える、仲間としての意識を持つようになります。 このようにして築かれたコミュニティは非常に強固で、まるで家族のようなつながりを持っているのが特徴です。このファンベースの団結力は、ナンバーアンダーライン愛の曲がリリースされるたびにトレンドを作り出し、他のアーティストにとっても非常に重要なマーケティング戦略の一環として注目されています。特に、INZM のリリースにおいては、SNS 上でのバイラル効果が顕著であり、ファンが自発的にキャンペーンを行い、 さらに多くの人々に楽曲を届ける手助けをしています。また、彼らの次なる目標についても考えてみましょう。INZM の成功を受けて、9月に予定されている新アルバムへの期待が高まっていることは間違いありません。しかし、ここで重要なのは、彼らがこれまでの成功に安住することなく、さらに新しい挑戦を続けるかどうかです。彼らの音楽性の多様さや革新性は、 これまで多くのリスナーを引きつけてきましたが、それが今後どのように進化していくのかは、非常に興味深い点です。また、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがどのようにして他の音楽シーンに影響を与えていくのかについても考察する価値があります。彼らは既存の音楽ジャンルに新しい要素を取り入れることで、音楽の境界を押し広げてきました。これは他のアーティストにも多くの影響を与えており、 結果とししてて音楽業界全体に新たたなトレンドをもたらしていますこのように彼らはただのアーティストではなくムーブメントを起こす存在として注目されています。そしてナンバー・アンダーライン愛が目指す次のステップは何かそれは国境を越えてのさらなるグローバル展開かもしれません。すでに彼らの音楽は日本国内だけでなく海外でも支持を集め始めています。 彼らの音楽スタイルやメッセージは、異なる文化背景を持つリスナーにも共感を呼び起こす力を持っているため、グローバル市場への挑戦も現実味を帯びてきています。今後の活動次第では、彼らが世界的な舞台でさらに大きな影響力を持つアーティストへと成長していく可能性も十分に考えられます。